Sa dulo. Sa dulo na. ハリウッド映画ラストサムライや大河ドラマ軍師官兵衛などはここで撮影されました。によって開かれたこのお寺、その将軍様をお祭りしておりますのが奥の院開山堂でございます。ただいま兵庫デスティネーションキャンペーンの一環として遠行寺3階特別公開を行っております。まずマリでは夢咲川、ここで少し揺れます。お気をつけください。ストーク角度変わります。では、まず、戻りましたら、後ろの景色、景色から眺めてみてください。パグの傘の部分でも、下ろせも、毎時、ペロも同時出発ですので、時間は厳守となります。出発3分前からの改札です。
改めまして、お帰りなさいませ。今日はいいお天気、いい気候に恵まれての炎上寺ご参拝、そして特別公開やチームラボなどもいかがでしたでしょうか。ご本尊は年に一度1月18日にしかご開帳にならないものでございます。ちょっとね、特別公開本日最終日でしたのでね、今の見て、それではまた4分かけまして諸車駅向かわせていただきます。手足中横揺れますのでお足元を気をつけください。今日はちょっと残念ながら霞がよく出ている景色でございますが、この霞なければ明石海峡大橋や淡路島、大鳴門峡、四国、香川県小豆島まで見渡すことができます。こちらの町並み、人口約53万人の姫路市街地でございます。気になる姫路城ですが、正面のお山、八丈岩山の裏手となりますので、こちらからご覧いただくことはできません。姫路城は平成5年12月、奈良の法隆寺とともに日本で初めて世界文化遺産に登録をされました。今年の12月でなんと登録30周年を迎えます。今日これから姫路城に行かれるというお客様、入場は午後、そしてこの後姫路でお食事をと考えてらっしゃる方も多いかと思います。姫路にも美味しい食べ物たくさんございます。定番では生姜醤油で召し上がっていただく姫路おでん、和風だしの中に中華そばが入った駅そば、穴子料理も有名ですが、中でも穴子のお刺身に変わっていておすすめでございます。甘いものでは回転焼き、御座候楼やケーラーまんじゅう、お土産物に喜ばれるのがアーモンドバターでございます。でこの後もぜひ観光やお食事などお楽しみください。Thank you for visiting Mount Shosha by Roadway. There are many other interesting places to see in sight. The traditional Japanese garden called Kokoen, as well as museums for art and history. We hope you will visit them as well. Please enjoy the rest of your trip. Thank you. それでは間もなく到着でございます。こちら諸社さん、一番のメインはやはり秋の紅葉、11月の中頃もみじ祭りも開催予定でございます。またの皆様のお越し、心よりお待ちいたして、それでは揺れますのでもうしばらくお待ちください。ありがとうございました。